ガイウス・フラミニウス・ネポスは、共和制ローマの政治家、軍人。プレブス出身で先祖に有力者の以内のウスホモの、一員として台頭し、グラックス兄弟よりも一世紀近く前に、土地分配法を成立させた。紀元前232 23年に、五民館に就任すると、第一次ポエニ戦争の五農地を失い都市部に、流入していた貧民の救済に乗り出す。 元老院の反対を押し切り、約半世紀前にデンタトゥスによってガリア人から獲得したピケナム周辺を対象とした土地分配法を制定し、戦争で土地を失った人々に分配した。しかし、元々の住人であったガリア人の反発を受けることになる。紀元前227年には法務官としてシキリアに赴任した。これは、 ローマのプラエトルがシキリアに赴任した初めての例となった。同僚のプラエトルはサルディニアを担当している。ガリア人諸部族の位置。セノニの部分を分配した。紀元前225年になると、フラミニウスが土地を分配したことに憤慨したガリア。キサルピナのボイ族らが放棄し、ガリアトランサルピナから傭兵を引き込んで反乱を起こしたが、当時の失勢感。 ルキウス・アエミリウス・パプスらが、テラモンの戦いで打ち破った。紀元前223年に、失勢官に就任すると、インスブレス族に勝利して、外戦式を挙行した。一説によると元老院は、彼の反抗的な態度に対し、外戦式の差し止めや失勢官職の解任まで要求したというが、市民の投票によって挙行が決定したという。余談だが、 第二次ポエニ戦争で兵員の足りなくなったローマは、緊急に募集した兵士に、この外戦式の時の戦利品を装備させている。翌紀元前222年には、失政官、マルクス・クラウディウス・マルケルスがクラスティディウムの戦いで、インスブレス族を破り、メディオラヌムなどを陥落させ、徐々に、ガリア・キサルピナは、ローマの勢力圏となっていった。紀元前221年、 ファビウス・マキシムスが独裁官に就任すると副官に任命された。フラミニウス競技場の一期限全220年には観察官を務め、ローマからリミニまでを結ぶフラミニウス街道やカンプス・マルティウスにフラミニウス競技場を築いた。この年のケンソルは多忙で同僚のルキウス・アイミリウス・パプスと共に植民地としてガリア・キサルピナにクレモナ・プラケンティアを建造。 解放奴隷をローマ市内の都市トリブスに振り分け、さらには縮み密流港に関わる法案を通すなどした。また元老院議員としては、紀元前218年に当時の御民館クイントス・クラウディウスを支援して、元老院議員とその子息に300アンフォラ以上の大型船舶を所有することを禁止するクラウディウス法を通過させた。しかしその年、ローマに激震が走る。 ハンニバルのアルプス越えである。イタリア侵入後のハンニバルがローマに勝利するのを見たキサルピーナのガリア人は、流れを打ってハンニバル陣営に加わった。紀元前217年、再び失聖官に選出される。トレビアの戦いでの敗北を受け、ローマは新たに4つの軍団を新設し、2人の失政官に預けた。フラミニウスは、アレテュームからハンニバルを追跡したが、 トラシメヌスコで副兵に哀戦し、部隊も全滅した。相次ぐ敗戦に、さすがのローマも万作つき、元老院は時給戦を唱える、クイントゥスファビウス・マクシムスを独裁官に任命する、こととなる。ありがとうございます。